グレゴリオ歴は、ローマ教皇グレゴリウス13世が、ユリウス歴の改良を命じ、1582年10月15日、金曜日から行用されている歴法である。グレゴリオ歴は、現行対応歴として、世界各国で用いられており、グレゴリオ歴を導入した地域では、ユリウス歴に対比して、新歴と呼ばれる場合もある。記念法は、キリスト起源を用いる。 グレゴリオ歴の本質は、平年では1年を365日とするが、400年間に97回のウルード氏を置いてその年を366日とすることにより、400年間における1年の平均日数を365日日イコール365.2425日とすることである。この平均日数365.2425日は、 実際に観測で求められる平均太陽年の365.242189572日に比べて26.821秒長いだけであり、ユリウス歴に比べると格段に精度が向上した。日本では1872年に採用され、明治5年12月2日の翌日を明治6年1月1日とした。グレゴリオ歴の前はユリウス歴が採用されていた。 これは、紀元前45年に、ユリウスカイサルによって制定されて、以降、キリスト教文化圏を中心に使用されてきたもので、その歴法では、歴年の平均日数を365.25日としている。しかし、実際の太陽年は、約365.24219日で、あるので、ユリウス歴日と実際の太陽年から得られる。 歴実とのズレは毎年蓄積される。この問題は、ユリウス歴を用いるローマ帝国領に、キリスト教が広まると思わぬ形で表面化することになっていく。新約聖書において、イエス・キリストの処刑と復活の記事は、ユリウス歴ではなく、単位対応歴である、ユダヤ歴に基づいて記述されており、イエスの処刑日は、ユダヤ教のぎ越し死の日の前日すなわち、 2、3月14日または、杉越祭り第1日の同月15日とある。このユダヤ歴2、3月は、春分の頃に来る大陰月であり、メソポタミア文明の暦においては、伝統的に正月とされていたものである。このような状況において、ローマ帝国領に住むキリスト教徒としては、その最大の祝祭日の一つである復活祭を、どの期日に祝うのかが問題となった。 この点につき、初期の教会では、様々な方法が採用されていた。聖書の記述通りに、ユダヤ歴をそのまま持ち込んで23月15日に祝う、教会もあった。しかしこの日は、基本的に月例で決まるので、曜日は一定しない。そのため曜日の問題を重視して、23月14日の満月の日の直後の日曜日を、復活日とする教会もあった。他方で、 エジプト歴の伝統を持つアレクサンドリアの教会では、リオクレティアヌス紀元、コプト歴及びメトン周期を用いて、季節と月齢を独自に計算し、春分後最初の退院月14日のすぐ後の日曜日を復活日とする方法を採用した。季節と月齢を合わせる基準日を設け、そこからメトン周期を用いて退院年と太陽年の差を修正しながら、 各年のほぼ同じ季節に該当する単位月日を計算していけば、疑似的な単位対応歴を変算するのと、実質的に同じことができるからである。この方法をコンプトゥスという。この方法を実行するためには、メトン周期の知識を理解し、季節と月齢を揃えるための対応歴上の基準日を定めればよい。幸いなことに、ユリウス歴は対応歴である。 そして、ユダヤ歴2、3月は春分頃に訪れる大陰月である。当然、基準日は春分ということになる。太陽暦であるユリウス暦では、春分日は毎年ほぼ同じ日になるはずである。この点、ローマ帝国ではカエサルによるユリウス暦思考間もない頃から、春分日をユリウス暦3月25日とする考え方が広まっており、 聖書のユダヤ歴の記述を無視して、ユリウス歴の同日に復活祭を祝ってしまう、教会もあった。しかしすでに4世紀の段階で、天文学的な春分比は3月21日頃となっており、アレキサンドリア教会は、この事実を正確に把握していた。そこで、第1次ニケア公会議では、ユリウス歴の記述を太陽歴上の準拠日としつつ、 アレキサンドリア教会によって用いられてきた記事的な単院対応歴の作成手法を用いて、春分日であるユリウス歴3月21日直後の、退院月14日の直後の日曜日をもって復活祭期日とすることとした。このような経緯で決められた復活祭日であったが、このようにキリスト教上の春分日をユリウス歴上に固定してしまった以上、 実際の天文学的春分日とユリウス歴上に定められた春分日すなわち3月21日との差は年を追うごとに蓄積されていき、これが直ちに復活祭の期日の不正確さに直結することとなった。ユリウス歴の方が太陽年より長いため、ユリウス歴3月21日は天文学的春分日より1日単位で徐々に遅れていく。ところが、 復活祭の期日は、退院月日に準拠する方法で定められたため、祭が1退院月分に増幅されてしまい、復活祭が丸々1ヶ月遅れるケースが、徐々に増えていく。イングランドの教会博士であったベーダ・ベネラビリスは、725年には、ユリウス歴には、ズレがあり、それはすでに3日間以上になっていること、またさらにこのズレは今後拡大するだろう、と指摘している。 さらに問題だったのは、メトン周期の側も、わずかに、1日、もちづきとずれていることで、このため310年ごとに1日の誤差が、蓄積されていた。13世紀のロジャー・ベーコンは、ずれは7日間から8日間に及んでいると推定し、ダンテ・アリギエーリも、ユリウス歴の改定の必要性を説いている。16世紀後半には、常日のように、 ユリウス歴上で定めた3月21日の春分日は実際の春分日から10日間弱ものものずれが生じていた。このため、ローマカトリック教会は会歴委員会に歴法改正を委託した。この会歴は対抗宗教改革の一環としてなされたものであって、会歴に関しては賛成、反対の立場から大きな論争となった。 1582年10月4日まで用いられていたユリウス歴では平年は1年を365日とし、4年ごとに奥ルード氏を366日とし、これによって平均年を365.25日としていた。しかし平均太陽年、つまり実際に地球が太陽の周りを一周する平均日数は、 365日5時間48分45.179秒イコール3155万6925.179秒イコール約365.242189572日である。したがって、ユリ薄ス暦の1年は実際の一太陽年に比べて365.25日。 約365.2422日イコール約0.0078日長い。このズレは、下記の計算の通り、約128年で1日になる。ユリウス歴は、その制定当時の天文観測水準を考えれば、かなりの精度だったが、千数百年も暦の運用が続くと、天文現象の発生日時と暦の上の日付の、乖離は無視できないものとなった。 16世紀末に10日ものずれが生じていたのは、このためである。なお、上記の計算は2013年時点での計算であり、グレゴリオを会歴が議論されていた16世紀中頃の、計算とは少し差異がある。ユリウス歴による、春分日のずれを、ローマカトリック教会としても無視できなくなり、第五ラテラン公会議において解歴が検討された。この時、 フォッソンブローネ司教のミデルブルフのパウル EN ボールオブミドルブラはコペルニクスを含めてヨーロッパ中の学者に意見を求めた。しかしコペルニクスは太陽年の長さの精度は不十分であり改例期は時期尚早であると返答した。コペルニクスは彼の主張、電球の回転についての序文でこのことを明記している。次にトリエント公会議において 実際の春分日を第一二回夜公会議の頃の3月21日に戻すため、教皇庁に歴法改正を委託した。時の教皇グレゴリウス13世は、これを受けて1579年にシルレと数奇教を中心とする改歴委員会を発足させ、歴法の研究を始めさせた。この委員会のメンバーには、最初の改歴案を考案した。 天文学者のアロイシウス・リリウスの弟であるアントニウス・リリウスや数学者クリストファー・クラビウスらが含まれていた。委員会が1577年に刊行したコンペンディアム・ノービロティニーズ・リース・スティッチン・ディ・カレンダリウムという24ページの冊子によるとアロイシウスは1252年に書かれた アルフォンソ天文表における365日5時間49分16秒イコール365.2425463日を採用し、改歴案を考案した。しかし、アロイシウスは1576年に死亡しており、その年に実際に案を委員会に提出したのは、弟のアントニウスである。ユリウス歴の約1240年間の運用により蓄積された。 約10日間のズレをどのように修正するかについては次の2案が委員会に提出された。結局委員会は第2案を採用したのである。10日間を省く月を1582年の10月にしたことについてクラビウスは単に10月が宗教典礼費が最も少ない月であり、教会への影響が最小だからだと説明している。 会歴委員会の作業の末に完成した新しい暦は1582年2月24日に発布され、ユリウス歴1582年10月4日、木曜日の翌日を曜日を連続させながら、グレゴリオ歴1582年10月15日、金曜日とすることを定め、その通りに実施された。ただし、上記の日付通りに会歴を実施したのは、イタリア、スペイン、 ポルトガルなどごく少数の国に過ぎず、その他のヨーロッパの国々での導入は遅れた。グレゴリーオを解歴が議論され始めていた1560年頃には、平均太陽年は約365.2422日であることが知られていた。400年イコール3.12日、400年であるから、ユリウス歴におけるオケウリュ法に比べて400年間に3回のウルード氏を省けば、 かなり良い近似となることがわかる。このため、グレゴリオ歴では、400年間に97回のウルード氏を置くこととして、1年の平均日数を365.2425日イコール365日5時間49分12秒、イコール正確に3155万6952秒とした。なお、400年間の日数は、 365.2425、400イコール14697日であり、これは7で割り切れるので、グレゴリオ歴は、曜日も含めて400年周期の暦である。400年間に3回のウルード氏を省くには、様々な方法があり得るが、3回の平年がなるべく、均等に分布すること、わかりやすく記憶しやすいことを考慮して、西暦期限の年数が、 100で割り切れるが400では割り切れない年は平年とする。これ以外の年では西暦年数が4で割り切れる年は順年とする。というルールが採用された。100で割り切れる年は400年間に4回あるが、400で割り切れる年は400年間に1回だけである。以上のルールによってユリウス歴では順年になる3回分の年をグレゴリオ歴では平年とすることができるのである。 100で割り切れる年のうち、西暦1600年、2000年、2400年は、400で割り切れるので、これらの年は、順年のままである。しかし、西暦1700年、1800年、1900年、2100年、2200年、2300年,年,年、2500年、2600年、2700年は、400で割り切れないので、これらの年は平年となる。平年及び、 純年のそれぞれにおける各月の日数は、グレゴリオ歴でも、ユリウス歴と同じである。すなわち、1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月は31日、4月、6月、9月、11月は30日、2月は、平年が28日、純年は29日である。上記の歴法を1582年以前に、 遡って適用すると、200年3月1日から300年2月28日までは、ユりウスれと同じ日付となる。これは、以下の経緯による。制定に至る背景の不死にあるように、第12回アコ会議にて、春分ビタルユりウスれ三3月21日直後の、退院月14日の直後の日曜日を、復活祭とすることが決定された。しかし、 ユリウスれき1582年には、ユリウス歴の精度があまり良くなかったことによって、春分日とユリウス歴3月21日の間に約10日の差が生じており、ユリウス歴の使用を続ければ、西暦1583年に含まれる春分日もまた、3月21日ではなくなってしまう。西暦1582年10月15日に上記の歴法が導入されたことで、 西暦1583年からは3月21日と春分日とが基本的に一致するようになり、第一二回夜行会議での決定と矛盾しなくなった。その結果として、ユリウス暦と1582年以前に遡って適用されたグレゴリオ暦の日付が200年3月1日から300年2月28日にかけてたまたま一致する。のように、 グレゴリオ歴での平均の1年は実際に観測される平均対応年に比べて26.821秒だけ長い。このズレは約3221年かけて1日に達する。以上のようにユリウス歴では1日のズレが生じるまでに約128年しかかからなかったのに対してグレゴリオ歴では同じく1日のズレが生じるまでに 約3221年を要するまでに精度が高まった。デイビッド・イーダン・カンによると、1997年時点では1582年以来の誤差が累積して、すでに約2時間59分12秒だけ進んでいる。なお、上記の計算は平均対応年が普遍であるとした場合のものである。実際には平均対応年は100年ごとに0.532秒ずつ。 短くなっている。このため、3 2十1年後には、約17秒ほど、平均太陽年が短くなっていることを考慮すると、グレゴリオ歴との一日のズレはもっと早い時点で起こる、ことになる。また、春分日時の感覚に着目した誤差は、歳差などの影響により、上記の計算とは異なり、西暦2000年時点で7700年に一日、日本で、 明治会歴が行われた1873年の時点で7200年に1日となる。月日を導く歴法そのものと年数を数える起源は別の概念であるが、常述のように、グレゴリオ歴はその受け売るう法をキリスト起源の年数に基づいて定めるものとして制定されているので、キリスト起源と不可分一体の関係にある。ところで、キリスト起源の正式名称は、 グレゴリオ歴解歴直書末日の日付にもある通り、アンのインカーネシャニスドミニッキーすなわち、主の受肉から数えた年数である。この点からすれば、キリスト紀元年を一つ繰り上げるべき日すなわち、新年は、イエスが受胎した日すなわち受胎告知日の3月25日が、正当となるはずである。実際、 開歴直前のローマ教皇庁自身が3月25日を年初とするユリウス歴を使用していた。しかし、グレゴリオ歴はユリウスカイサルがユリウス歴を制定した当時の新年すなわち1月1日をその年初とする方法を採用した。したがって、グレゴリオ歴では常に1月1日にキリスト紀元年数が一つ増える。なお、 グレゴリオ歴月日の年数として記されていても、ローマ教皇庁の公文書に記されていた教皇在位年数や、イギリス及び英連邦王国諸国の公文書で近年まで使われていた国王在位年数などは、日本の言語と異なり即位比をもって年数が一つ増加する。ユリウス歴と太陽年とのズレは、13世紀の哲学者、 ロジャー・ベーコンが指摘してから300年もの間、帰り見られず、16世紀になって宗教上の問題が顕著になるまで放置された。このズレを修正し新たにグレゴリオ歴を制定した後も、それがローマ教皇による発令だったので、その導入時期は国、地域によってまちまちであった。カトリックの国は比較的早く導入したが、一方でそうでない国では、 宗派上の対立もあって、導入までに少なくとも100年以上かかった。聖教会の大半は、現在も改歴せず、ユリウス歴を使用し続けている。ヒキリスト教国においては、1873年の日本を皮切りに、徐々にグレゴリオ歴を導入する国家が増加していった。グレゴリオ歴の制定後、実施日である1582年10月15日に、 即座にこの暦を導入したのは、カトリックを報じるイタリア諸国、スペイン、スペインに併合されていた、ポルトガル、ポーランドである。フランスは2ヶ月ほど遅れたものの、1582年中に導入を果たした。1583年には新生ローマ帝国のカトリック諸法で、1584年にはスイスのカトリック諸州で導入され、カトリック諸国の改歴は、 数年を経ずして完了した。プロテスタント諸国は、グレゴリオ歴への改歴に消極的だった。その理由の一つとして、復活祭の日付の決定がある。自らの祭事の日付をカトリックが定めた暦によって決められることを嫌ったのである。しかし、ユリウス歴の日付がずれており、ずれた日付をもとに祭日を決めることに問題がある。ことは、 プロテスタントの宗教化も認識はしていた。したがって、グレゴリオ歴はプロテスタントにも徐々に浸透した。最も早く、グレゴリオ歴を導入したのは、ドイツのプロテスタント諸国であった。1699年のレーゲンスブルク帝国議会において、日付の決定のみ、グレゴリオ歴を使用するが、復活祭の日付の計算には、プロテスタントのドイツ人天文学者、 ヨハネス・ケプラーが作成した、ルドルフ製表を使うということで妥協した。この暦は、改良帝国歴と呼ばれた。しかし、ケプラーは、グレゴリオ歴の方が優れていることを知っていたので、日付計算はすべてグレゴリオ歴で行っていた。このため、実質的には改良歴は、グレゴリオ歴で計算するなどほぼ同じだった。この妥協はうまくいき、1700年に実施された際には、 隣国デンマークもこれに習い、周辺のプロテスタント諸国も徐々にこれに追随していった。1752年にはイギリスが帝国全域においてグレゴリオ歴を導入。1753年にはスウェーデンが独自歴だったスウェーデン歴を廃止してグレゴリオ歴に完全移行し、すべてのプロテスタント諸国がグレゴリオ歴を導入することになった。 聖教会が優勢な東欧では導入までにより長い時間がかかった。16世紀にコンスタンディヌーポリ全治総主教イエレミアス2世はグレゴリオ歴を否認し他の聖教会でもグレゴリオ歴を承認する教会はなかった。このことはブレスト合ードが不完全なものに終わる結果にも影響があった。グレゴリオ歴を使用するフィンランド聖教会を除き、 エルサレム総主教長、グルジア聖教会、ロシア聖教会、セルビア聖教会、日本聖教会を含む聖教会は、現在でもユリウス歴を使用している。ロシアで最も強い影響力を持つロシア聖教会は、聖教会に属しており、現在でもユリウス歴を使用している。同国で1917年グレゴリオ歴3月に起きた革命を2月革命。 同11月に起きた革命を10月革命と呼称するのはロシア革命が起きた1918年までユリウス歴を使用していたからである。ロシア革命後のコンスタンディヌーポーリ教会が1923年に採用した暦は修正ユリウス歴と呼ばれるものであり、厳密にはグレゴリオ歴ではないがグレゴリオ歴とユリウス歴の月日の修正が行われ、 2800年までは2つの暦の間にズレが出ないようになっている。なお、2800年以降は再びズレが生じる。現在ロシア国内では、正教会を除きグレゴリオ歴を使用している。したがって、ユリウス歴12月25日の降誕祭は、ロシアのカレンダーでは1月7日と表示されている。他方、復活大祭の算出には、 すべての聖教会がユリウス歴を使用するので復活祭及びそれに伴う祭日、祭日はフィンランド聖教会以外の聖教会が一致して祝っている。ただし、これはユダヤ教の祭日が決まった後でキリスト教の祭日を決定するという初期のキリスト教の祭日決定法に従っているからであり、グレゴリオ歴を導入していないことによるものではない。 ユダヤ教では1年の長さが、ユリウス歴とほぼ同じユダヤ歴を基準にして、祭日を決定するので、正教会では、完全に、グレゴリオ歴に移行できないだけである。海歴の交付、福沢諭吉知書、改歴米初完成歴1895年に、締結された下関条約の調印書。見開き右ページの最後に記された締結日は、すでに、グレゴリオ歴を導入していた。 日本の日付が明治28年4月17日となっているのに対し、退院対応歴の時権歴を使用していた、新国の日付は、公書21年3月23日となっている。日本では、ほぼ西暦1872年にあたる明治5年、退院歴を、廃止対応歴を反抗すとする改歴の布告を、布告した。この布告では、明治5年12月2日をもって、 単位対応歴を廃止し、翌、明治6年から対応歴を採用すること、来たるる12月3日をもって、明治6年1月1日と否定工事として、グレゴリオ歴1873年1月1日に、当たる明治5年12月3日を、改めて明治6年1月1日とすることなどを、定めた。したがって、明治五年まで使用されていた、天保は、明治年以降は、 旧歴となった。これが明治改歴である。改歴の布告は年も押し迫った明治5年11月9日に交付され、社会的な混乱をきたした。暦の販売権を持つ広志歴者は、例年10月1日に翌年の暦の販売を始めることとしており、この年もすでに翌年の暦が発売されていた。旧中入歴によって従来の暦は変本され、 また急遽新しい暦を作ることになり、広志歴者は甚大な損害を被ることになった。一方、福沢諭吉は、太陽歴解歴の決定を聞くと、直ちに、解歴弁を表して、解歴の正当性を論じた。太陽歴思向と同時の1873年1月1日付で、慶応義塾造藩で刊行された、この書は大いに売れて、 内務官僚の松田道幸に宛てた福沢の所管3月4日付にはこの出来事を改装してたちまち10万部が売れたと記している。改歴の理由これほど急な新歴導入が行われた理由として明治政府の財政状況が逼迫していたことが挙げられる。当時参義であった大隈重信の回顧録大隈白石実丹によれば 旧暦のままでは、明治6年は、純月があるため、13ヶ月となる。すると、当時支払いが月給制に移行したばかりの管理への報酬を1年間に13回支給しなければならない。これに対して、新暦を導入してしまえば純月はなくなり、12ヶ月分の支給で済む。また、明治5年12月は2日しかないことを理由に支給を、免れ。 結局、月給の支給は11ヶ月分で済ますことができる。当時は1、6のつく日を休業とする習わしがあり、これに節句などの休業を加えると、年間の約4割は休業日となる計算であったが、新歴導入を機に、週休制に改めることで、休業日を年間50日余りに減らすことができる。おけうるー法の不備と修正会歴の布告は、 施行まで1ヶ月に満たない期間の中であてて、布告されたためか、おけうるう方に不備があった。それは、グレゴリオ歴の肝心な要素である、西暦年数が100で割り切れるが400で割り切れない、年を順年としない胸の規定が欠落していたことである。このままでは導入された、新しい対応歴は、グレゴリオ歴ではなく、去りとて、 日付が12日ずれているため、ユリウス歴そのものでもなく、ユリウス歴と同じオケウルーホを採用した日本独自の暦となってしまう。また、布告の全文にある文面もおかしく、グレゴリオ歴で実際についたの誤差が蓄積されるのに、要する年数は約3200年であるにもかかわらず、7000年の、あとわずかについたの差を生するに過ぎきすとしていた。これは、 起草者が参考にした天文書等西干渉図説の誤りと考えられている。そこで、西暦1898年5月11日に、改めて直例順年に関する権を出して、おけうる法を、グレゴリオ歴に合わせたものに改めた。この直例では、神武天皇即位期限年数を用いて、順年か平年かを判別している。ただし、 後期自体から660を引いた値、すなわち同年のキリスト起源と全く同じ数を引数として計算するため、グレゴリオ歴と全く同じオケウルー法を実現できる。このオケウルー法の誤りを修正する直例が交付された時には、日本で太陽歴を導入してから、初めての起源年数より660を減して100をもって正長取得。 壁物の中さらに四をもって章を正常し得さるとし、である頃期五百六十年、すなわち、西暦千九百年は一年半後に迫っていた。導入の経過国立天文台歴計算室の暦ウィキの記事、明治以降の変歴も参照のこと。ただし、国立天文台は、毎年二月に、歴陽項を官方に告示し、翌年の二十四節期及び雑説。 ついたちげんのぞむを、計算、提示しているため、旧暦の30日の大月、29日の大月の、設定、オケウルーの基準である、中期の提示に相当するものが、公的に行われていることになる。グレゴリオ暦は、ユリウス暦に比べはるかに精度が高くなっているが、それでも、上記の通り誤差は、完全に解消されたわけではない。そもそも地球の自転周期と公転周期の比は、 整数の日になっていない以上、この誤差は必然的に生ずるものである。また、年初の日付が天文学的な現象とは関係がない日付であることや、各月の日数が不規則であること、一年の日数が週の倍数になっていないため、歴日と曜日が一致しないことなどの問題点が指摘され、しばしば改歴運動が盛り上がった。こうした改歴運動で実施されたものは、 1793年にフランスで執行されたフランス革命歴のみであるが合理性に徹するあまりそれまでの州や必要の廃止を行うなどして大混乱を招き、1806年にはグレゴリオ歴に復帰した。しかしその後も世界歴への改歴提案などがしばしばなされている。ありがとうございます。